お世話になります、ひとりでございます。1月15日金曜日にダイパリメイクが来ると再び話題になりました。詳しくは別の動画で解説していますが、ダイパのサブドメインが登録され、今回こそほぼ確定的だと思われるような内容で盛り上がりまくったかと思います。実はダイパリメイクについてはこの他にもいくつか伏線的なものが発見されていて、それによってもダイパリメイクは来るのではないかと話題になっているんです。その伏線的なものは以前からあったものからつい最近発見されたものもあるので、今回はダイパリメイクの伏線をできる限りたくさん集めましたので、まとめてご紹介したいと思います。まずは最近発見された比較的新しい伏線から見ていきます。成人の日の絵、成人の日に成人の方たち絵的な感じで公式から絵が公開されました。成人の日は20歳を祝うものということで、それにかけてレベル20で進化するポケモンが描かれているんですが、その絵には神王地方のポケモンだけいないんですよね。神王地方ではミノムッチがレベル20で進化するポケモンとしてちゃんといるのに描かれていないんです。これに関してはまず絵を描く前に必ずレベル20のポケモンを全てリストアップしてから描くやつを決めてるでしょうから、明らかに意図的にミノムッチを除外してるんですよね。ミノムッチは特に縁起が悪いようなポケモンでもなさそうですし、あえて除外する必要はなさそうな気もします。じゃあなぜ除外されているかというと、神王朝に行ってしまっているから登場できないんだよ的なメッセージなのかもしれませんね。ポケモン25周年記念動画、2021年は初代ポケモン発売から25周年の年となりますが、25周年を記念してあるビタゴラスイッチ風の動画が公開されました。その動画では様々なポケモンが登場しますが、なんとダイパの舞台である神王地方の御三家だけがいないんですよね。他の地方の御三家は少なくとも1匹は映っているのに、ダイパの御三家だけは映ってないんです。で、ものづくりをやってる人ならわかると思いますが、こういうポケモンを入れるか入れないか一つをとってもしっかり一個一個考えて選定するものなんですよね。たとえ一瞬しか映らなくとも適当にやってるってことはまずなく、それが大きな会社ならなおさらちゃんと意図を持って選定していることでしょう。尺的に入れるのが厳しそうな感じもないですし、御三家というのは主役みたいなものですし、ダイパだけ入れない理由ってのは真面目に何かしらの意図があっても全然おかしくないと思います。おそらくこれもダイパ御三家は神王地方に行ってしまっているからこの動画には出演できないんだよっていうメッセージなのかも知れません。ポケモン25周年記念ロゴ、先ほども言いましたがポケモンは2021年で25周年記念でして、その記念を称してロゴというか絵も公開されました。その絵を見ると、初代はもちろん記念の始まりとなるシリーズなので一番前列の中央に位置していて納得できますよね。そして剣盾も今の世代なので前列右に位置していて納得できると思います。で、前列左にはなんとダイパの御三家もいるんですよね。1列目という非常に印象的な位置で剣盾初代の並びにダイパが並んでたらダイパリメイクを示唆している気もしてきますよね。コラボ歌手ケイティ・ペリーの楽曲、またポケモン25周年に関してで、その記念の一つの企画でケイティ・ペリーとコラボするというのがすでに発表済みでございます。で、そのケイティ・ペリーにはダイヤモンドとパールという楽曲があるんですよね。まさにダイヤモンドパールそのものです。これは外国で非常に話題になったらしくて、確かに面白い着眼点ですよね。でもこれに関しては個人的な見解では、ケイティ・ペリーみたいな大物とはそのパールとダイヤモンドの楽曲があったからみたいな経緯でコラボするみたいな風にはさすがにならないと思いますけどね。だってケイティ・ペリーはウィキペディアによると、最も稼ぐ音楽界の女性リストに含まれ、純資産が1億2500万ドル、つまり100数十億円あって、私たちは日本にいて日本のトップアーティストはもちろんめちゃくちゃすげえなと思っているわけなんですが、日本のトップアーティストとケイティ・ペリーを比べると、その作品の質とかは別として、市場価値についてはまさに文字通りの桁違いすぎるほどの桁違いな差があります。そんな大物と契約するには曲名がきっかけでコラボというのは想像しにくい気はします。マジで進みません。ニューポケモンスナップのムック、
ニューポケモンスナップが4月30日に発売されますが、その PV の冒頭で一番初めに出てくるポケモンがムックルなんですよね。いきなり出てきたということはウェルカム的な意味があると思いますので、もしかしたらダイパの世界へようこそ的な意図があるのかもしれません。はっきり言ってこれはただ最初に出てきただけなのでかなりこじつけに近いですけどね。ちなみにニューポケモンスナップの発売日が4月30日で、図鑑番号として見ると432相当して、ポケモンがドンカラスで、ドンカラスはダイパで初登場したポケモンであり伏線になっているという話も話題になっていました。まあこれは明らかにネタですけど、まあそんな話もあったってだけです。店に展示されたディアパル、これはここまでとは少し違った毛色のもので、モレラギフ、ちょっとイントネーションわかりませんが、というショッピングモールでディアルアとパルキアが展示されて話題になりました。2020年11月7日から2021年1月11日までと、つい最近のことでしっかり展示されている伝説ポケモンはこの2匹だけらしく、伏線なのではと話題になったわけです。期間限定のポケモンセンターの出張所となっていて展示されていたとのことなんですが、なぜあえてこの時期にディアパルなのかは不思議ですよね。これはこれからダイパリメイクが発売されるから、ディアパルを今から意識させておこうという意図があるのかもしれませんね。国際宇宙ステーションとコラボ、これも記憶に新しいと思いますが、2020年の大晦日の夜に国際宇宙ステーションとポケモンがコラボしましたよね。宇宙の初日の出を中継する番組でポケモンが登場してカウントダウンし、オゾン層に生息するレッグーザが映されたり、親が希望のピカチュウも配布されました。でダイパで出てくるアルセウスは宇宙を作ったポケモンであり、ダイパは宇宙との関連性がかなり深いシリーズなんですよね。なのであえてこの時期にこのようなコラボをするのはダイパへの布石なのではないかと予想されているんです。ただ私個人的には、宇宙とダイパはあまりにも抽象的なイメージでのつながりすぎて、まあ、ちょっと無理やり感は否めないと感じています。増田純一氏のコダックツイート。ポケモンのプロデューサーや作曲家を務めている増田純一氏ですが、彼のツイートはよく伏線になっていると言われがちです。実際2020年6月17日に情報公開されたポケモンスマイルというスマホの画面を見ながら歯を磨くとポケモンがゲットできるというアプリがあるんですが、この1年以上前の2019年3月3日にこのようなツイートをしているのです。スマホを見ながら歯磨きをしていますよね。しかも服にはスマイルの文字があるんです。つまり明らかにポケモンスマイルを意識されたような内容で、意外と増田氏のツイートは見逃せない点なんです。それを踏まえた上で2020年12月29日のツイートをご覧ください。コダックがたくさんいるツイートがあるんですよね。このツイートはダイパで秘伝の薬を使ってコダックがたくさんいるところを通れるようになるというのがありますが、それを示唆しているっぽいんです。まあでもこれは正直構図も違ってで、ただ単にコダックがいっぱいいるだけにも見えるんですけどね。杉森健氏の光ツイート。初代ポケモンからポケモンの公式イラストを担当している杉森健氏ですが、彼の2020年10月17日のツイートが伏線ではないかと話題になったのです。右下の画像を見ると、そこにはダイパのヒロイン光がいるんですよね。他のガラルに関連するやつらの画像の中に不自然に光がいて、ダイパを匂わせている感があります。ダイパリメイクが出たとしても、ダイマックスのシステムが継続されることは普通にありそうですから、そこでキャラクターも一緒になってダイマックスしてストーリーを進めるとか、地下通路をポケモンもトレーナーもダイマックス状態で進むとか、もしかしたらそういうシステムがあるのではないでしょうか。そのためのイラストを描くためにフィギュアを用意して描く練習をしていたなんてこともありそうです。これは個人的な妄想もかなり入ってるのであれですが、いろいろ想像できてとにかく怪しいですね。冠の雪原の壁。冠雪原には凍てつきの海というエリアがあり、その海の孤島のようなところの壁には雪がかかっているんですよね。でその雪の一部がダイパの伝説ポケモンたちに見えるんです。真ん中がギラティナ、左がディアルガ、右がパルキア。パルキアだけは横を向いてるっていう感じですね。しかも他の場所の壁を見てみると雪がかかっているところもありますが、先ほどの場所ほどポケモンっぽく見えるようなところはないんですよね。なので意識的にやってる可能性はそれなりにありそうです。
。ただ個人的にはパッと見では伝説ポケモンには見えませんでしたね。ミラティナはそれっぽく見える気もしなくもないですが、リアルガはよくわかんないし、パルキアについては横向きなんかいみたいに思ってしまいますし、ただ不自然に雪がかかっているっていうのは事実ではあるんですよね。なのでネタとも言い切れない側面もあります。そんな伏線です。ミカルゲの入手方法、これは私もだいぶ前に動画を上げましたが、冠の雪原ではミカルゲが登場しましたよね。このミカルゲの入手方法がダイパでの入手方法を再現したようなものなんですよね。ダイパでは諸々の工程をこなした後、地下通路で他のプレイヤーに32回話しかけるとミカルゲが現れます。冠の雪原でもインターネットに繋いだ状態で32人以上のプレイヤーに話しかけるとミカルゲが現れるんです。これは明らかにダイパを意識したものなので、ダイパへの伏線となっている可能性がかなり高い要素の一つです。新大地方と冠雪原が似ている。新大地方は実際のモデルが北海道で、それを再現しているためか、もちろん全地域ではありませんが雪が降っているのが印象的な地方なんですよね。で、冠雪原も同様に雪原という名前だけあって雪が降っている場所が多いわけです。なのでその2つに関連性があり伏線となっているのではと疑われているのです。で、一部のファンの間ではこの冠雪原は冬の気候の植物、特に木々がしっかりデザインされていて、ダイパでこのデザインを流用する形で使うのではと、かなりメタ的ですがそう予想されていたりします。つまりダイパの舞台作りの練習的な感じで冠の雪原が作られたのではないかということです。確かに同じスイッチでダイパリメイクが発売されるとしたら一から作るのは大変ですから、制作側のことも考えるとありえそうな話ですよね。レジ系の仕掛けがプラチナと同じ。冠雪原ではレジ系を手に入れる際に展示を踏むことで簡単に入手することができたと思います。実はダイパのマイナーチェンジ版のプラチナでもレジ系をゲットする際ほぼ同じ仕掛けが施されていて、展示を踏んで出現する形だったんです。つまりほぼ同じ仕掛けなのでダイパへのつながりを表しているのではないかと予想している人がいるんです。確かに全く同じと言ってもいいくらい同じですからね。少なくともプラチナの元に冠の雪原のは作られたと言っていいでしょう。ダイパの化石ポケモンだけいない。冠の雪原では過去の化石ポケモンが一挙に登場し、普通にその辺を歩いていることが話題になりましたが、その中でダイパの世代の化石ポケモン、つまりズガイドス、タテトプスは登場していないんですよね。こいつらだけですよ。これ明らかにダイパリメイクがあるから、そのために取っておいているのだと思われます。てかそうじゃなかったらなんでこいつらだけ除外したって話になりますよね。トラップカードをオープン、奈落の落とし穴を発だ。されたわけじゃないんですから、おかしいですよね。ちなみに御三家についてもダイパの世代のポケモン、ヒコザル、ナエトル、ポッチャマンはまだ解禁されてないんですよね。まあ御三家についてはまだ月光河とかメガニウムとかも解禁されていないので、ついでみたいな感じですけどね。いずれにしてもダイパの特徴的なポケモンが出ていなく、さすがに今後もずっと1年も2年もこのままの状態で放置っていうのも考えにくいですし、特に化石ポケモンについてはポケモンホームで急に解禁というのも、そういうポジションのポケモンっぽくなくて非現実的な気もします。なのでもうすぐにでもダイパリメイクが来るのではないでしょうか。そう強く思わせてくれる伏線だと思います。バドレックスとダイパの BGM が似ている。まずは冠の雪原のバドレックス戦の BGM をお聞きください。次はダイパのトレーナー戦での BGM をお聞きください。めちゃくちゃ似ていますよね。アレンジはやっぱりバドレックスの方が現代的な感じがしますが、メロディーラインがそっくりだと思います。ちなみにこの曲の作曲者は誰か分かりませんが、実はダイパから作曲に参加した佐藤ひとみ氏という方がおり、ウルトラサンムーンあたりからゲームフリークを退社しており、なんと剣盾 DLC から復帰しているんです。どちらも佐藤ひとみ氏が作ってて同じようなメロディーになったのかもしれません。でこのダイパから参加した佐藤ひとみ氏が剣盾 DLC で復帰したこともダイパの伏線ではないかとさえ言われています。リメイクで同じ作曲家の方がいたらまさにリメイクになりますからね。しかもぶっつけでダイパリメイクで復帰はきつそうですから、そのウォーミングアップ的な感じで復帰した
という可能性はかなりありそうです。これは地味にかなり有力な伏線だと個人的には感じています。アニポケサトシの相棒にルカリオ。私はアニメのポケモンを見てないのであまり詳しくはありませんが、2019年から始まった今のアニメシリーズは基本の舞台がガラルですが、全部の地方が舞台となっていて、いろいろな地方のポケモンが出てくるんです。そんな状況の中、アニメのポケモンではサトシの相棒として現在ルカリオがいるとのことです。全部の地方が舞台ですから、他の地方のポケモンでもいいのにあえてルカリオが選出されているんですよね。しかもルカリオは初登場がダイパであり、今後ダイパリメイクが作られるから相棒としたという可能性はあるのではないでしょうか。確かにダイパリメイクが発売されたら、アニメもダイパの舞台と内容を積極的に絡めていきたいと考えているでしょうから、相棒がルカリオだったら話が作りやすそうですからね。これは数ある伏線の中でも結構納得がいくような内容だと思います。で、ここまでは新しめの伏線で、ここからは冠の雪原より前からあったような古めの伏線です。知っているかもしれませんが見ていきましょう。木彫りのグレッグル。ダイパの野モセシティにはグレッグルという木彫りの置物があるんですよね。これが剣盾のホップの部屋にあるんです。しかも白銘の翼のアニメでもホップが出てきた時にチラッと映っていたとのことで、やはり意図的にグレッグルの木彫りが置かれているわけです。ちなみにホップの部屋のポスターもダイヤモンドパールプラチナの色と似ているんです。ダイパプラチナのカラーは紫赤みがかった色が基調とされていて、それに加えて黄色や黒で構成されていて、ポスターも同様に紫や赤みがかった色が全体的に多く、黄色や黒も使われて構成されています。家の中の他の要素は普通にカラフルなのに、ここだけ色が不自然に統一感があるんですよね。これは予想とかではなく明確な事実なので、ダイパとの関連性はないとも言えないでしょう。主人公の家のスボミーとゴンベ。剣盾の主人公の家の中にはゴンベが印象的な形で存在していて、家の前にはスボミーがいるんですよね。この2匹はいずれもダイパーが初登場で、そんな奴らが新しい舞台のガラル地方の舞台で最初の主人公の家にいるわけです。これもダイパーを意識していてもおかしくないかもですね。ただスボミーはガーデニング的な意味で置かれてて、他のポケモンじゃ代用できない感じもありますしと、まあ、ツッコミどころはあるんですけどね。まあ、そこを突っ込まないのが私たちダイパキッズの使命だと思います。カレー作りがポフィン作りと似ている。ダイパといえばポフィン作りがあったと思いますが、剣盾ではカレー作りがありましたよね。なので先ほどの神王地方と冠雪原のデザインが近いというところで話したように、もしかしたらポフィン作りに理由をできるような形で、その練習的な感じでカレーにしたのかもしれません。まあ、これはかなり薄っぺらい伏線とも言えないような話なんですけど、まあ、許してください。ホップ戦の BGM とダイパの BGM が似ている。剣盾には冠の雪原以外にも似ている BGM があります。まずはホップ戦の BGM を聞いてみてください。次はダイパの BGM も聞いてみてください。かなり似ていますよね。バドレックスの BGM とかよりもこっちの方が似ている感が個人的にはあるような気がします。やっぱりダイパを意識して作っていて、世界観的にダイパとかとかけ離れたものにしないようにしているのかもしれません。つまりガラルとダイパは比喩的な意味で地続きな感じで、やはりすぐにでもダイパは来るかもということですね。ダイパと似たセリフを言うやつが登場。ダイパの222番道路にはピカチュウ6匹が放し飼いされている家があり、その家主かはわからないですが、そこにいるおじいちゃんはピカチュウだらけでポケモンチャンピオンを目指すぞと豪語しているんですよね。で、剣盾ではキルクスタウンにてピカチュウだけのチームでチャンピオンになるんだ俺たちという少年がいるんです。これは明らかにダイパのおじいちゃんを意識したセリフなんですよね。で、剣盾では少年でダイパではおじいちゃんですから、もしかしたら彼らは同一人物で、剣盾はダイパの過去の世界の話なのかもしれません。ダイパは時空と空間を操る伝説ポケモンがいて、 BGM が似ている部分もあったりしますから、そのような設定もありえなくないと思います。もしくはパラレルワールド的な感じなのかもしれません。なお、ダイパでは部屋にピカチュウが6匹いましたが、剣盾ではピカチュウは4匹しかいませんでした。もしかしたらこれは少年時代は4匹しか持っていなかったけど、おじいちゃんになるまでに6匹まで捕まえたとか、そういう時間の流れを表現しているのかもしれません。やっぱり時間が意識されているような気がするので、ダイパリメイクの伏線になっている可能性は高
かそうですね。まあこの考察は超絶ハイパー個人的な妄想ですけどね。七かまど博士の研究分野、ダイパといえば七かまど博士ですが、彼の研究分野の専門は進化であり、そのせいか実際ダイパでは今まで進化しなかったポケモンたちがかなり多く進化しているんですよね。ロズレイド、ムーマージ、ベロベルトなどなどかなりたくさんいます。それはケンタテでも同様で、タチフサグマ、バリコール、デスバーンなどなどかなりたくさんの初めての進化ポケモンが初登場したんですよね。この状況がダイパの様子と似ていて、例えば七かまど博士とマグノリア博士につながりがありとかで今後ダイパへつながっていくとも考えられますよね。ただそれだったら単純にダイパリメイクでやるために取っておくはずじゃとも思いましたけどね。シルバディの登場。シルバディはアルセウスを目指して人工的に作ったポケモンだとちゃんとポケモンの公式サイトで言われています。実際持ち物でタイプが変わったり見た目がやや似ていたりと共通点があるんですよね。でこのシルバディがケンタテでは DLC 以前からタイプヌルをもらいましたから、ちゃんといたんです。別に DLC で追加してもいいのに最初からいたということは伏線なのではないかということらしいです。まあ、この意見に関してはこれだけで伏線と私は思っちゃいましたけどね。増田純一氏のパディントンツイート。増田純一氏のツイートでは、コダック以外のツイートでも過去にですが9月28日とダイパが発売された日付にされたツイートが話題になりました。ツイートの内容はパディントン駅に着いたというものなんですが、パディントンは英語で表すと PDT、 これがパール、ダイヤモンド、プラチナを表しているということです。なんかこれは頑張って結びつけた感はかなりありますが、何せあのポケモンスマイルの歯磨きの件がありますから安易に否定することはできないでしょう。ここからはもっと古いサンムーン時代からあった伏線を見ていきたいと思います。まあサンムーンの後にピカブイケンタテが出てるので伏線とは言えないかもしれませんけど、そこは突っ込まないでくださいね。まあさらにサクサクいきたいと思います。アローラ地方の雲。次はウルトラサンムーンに戻りまして、その公式サイトにはこのようなアローラ地方全域が載っている画像があるんです。その画像をよく見るとダイパの伝説ポケモンが見えるんですよね。左下あたりでディアルガっぽい色をしているやつがいますが、これがディアルガで、そのちょっと上がアルセウス。まあ私はアルセウスとは思えませんでしたけどね。さらにその上あたりがパルキア、右上あたりに行ってギラティナと、よく見ると確かに見えなくはない感じですよね。特にディアルガなんかははっきりディアルガっぽい感じもします。このようにダイパの伝説だけ勢ぞろいしているので伏線じゃないかと言われているわけです。サンムーンの空間研究所。サンムーンの空間研究所にはギラティナとパルキアとドータ君の解説があります。なんでディアルガじゃなくてドータ君という話なんですが、それは置いておいて、とにかくダイパの伝説に関する記述だけがあり、その他の伝説とかは特に解説とかないんですよね。ウルトラビーストとの関連性の手がかり的な見方もされていますが、ダイパへの伏線とも考えられなくはないと思います。他にもダイパで初登場だったロトム図鑑がサンムーンで再登場したこと、 XY の早期購入特典がルビーサファーのアチャモで、その後オメガルビーアルファサファイアが発売されるという流れがあり、サンムーンはダイパのポケモンゴンベが特典だったこと、アローラ図鑑に第4世代のポケモンが少ないこと、サンムーンのバトルツリーにシロナ、名前だけでマクシ、ヒョータといったダイパのキャラクターが登場すること、ダイパにしか登場してないカウガールがサンムーンに登場していること、破れた世界とウルトラホールが関係してそうということ、サンムーンには南国感があり、ダイパには雪国感があり対比的になっていること、銀河団は宇宙関連の要素であり、サンムーンの宇宙要素との関連性がありそうということ、サンムーンにおいて種族地の変更が第4世代だけなしだったこと、ダイパのチェリムやシェイミなどのようなフォルムチェンジが弱しメテノなどサンムーンでも登場したこと、ダイパ初登場のダークライとクレセリアとサンムーンのルナーラは月に関連していること、2017年6月6日の石原氏の後ろのソフトにダイパだけないかと、一部ネタ的なものは除外しましたが、これでほぼ網羅的に紹介できたかと思います。以上で終わりです。ということでダイパリメイクの伏線をご紹介させていただきましたが、これはよ本来の意味での伏線とはちげえだろうが、クソったれがなどと、まるで私一人みたいなひねくれた揚げ足取りはご遠慮くださいね。私は傷つきやすいのでご協力お願いします。まあ、と言いつつダイパリメイクの伏線は、まあ、ほぼ揚げ足取りみたいなもんなんですけどね。それはいいとして、今回ご紹介したたくさんの伏線があったとて、ダイパリメイクはすぐ来るかは
全く分かりません。でも何年後かは分かりませんが、次にリメイクが来るとしたらダイパリメイクは決定的ですし、もはや今更伏線もクソもないような気もします。というかもうこれだけダイパリメイクについて議論され、その度にダイパについての思い出を掘り起こしたりしていると思いますから、もはやそういう行為自体がダイパリメイクみたいなものになっていますよね。つまりもう私たちの脳内でダイパについて考え直すことがダイパリメイクということです。だからダイパリメイクは実質すでに発売されていて、もう今後発売されることはないかもしれませんね。信じるか信じないかあなた次第です。